にちは、マリンです。本日は友達のカオルコと一緒に千葉県にあるキャメルゴルフリゾートさんにお邪魔しています。ゴルフコース人生で 2,3 回目なのですごい緊張するけど頑張ります、頑張ろう。 GO! 2人でやっていただくゲームを、用意しました。25個項目があって、例えばボギーとかだとどっちかがボギーを取ったらチェックしていく、全部クリアすると100ポイントなんだけど、80ポイントいかなかったら終わった後に、ゴルフ場さんの手伝いをちょっとしてもらおうかなと思って、はい、頑張ります。サポートお願いします、では16番ホール276ヤードパー4です。ありがとうございます。ピンクボールで気合が入ってくれていいと思う。そうね、練習場思い出してね、マリンと練習行った感じを思い出して、あの時ナイスを連発してたから。いやいや、緊張しちゃうよ。緊張するよ、素振りを。おぉ、待って、めっちゃ止まれ、今のはセーフ、間に合った。ピンクボール、気合入りすぎっすね、ファーが出ましたね。おぉ、今のファーは合格ですか。はい、やった。ちょっと小さかったけどね、大声でって書いてあったんですけど。ダメですかね、ちょっと今とっさすぎて骸骨量が足りてなかったかも。なんか当たったのかね、なんかね、また木に当たったんですかね。まあでも危ないと思ったらパーは正解なんで、はい、はい、150ヤードこれは左の方行くか、頑張ってあっち目指すと、次のショットが打ちやすいようにしたいよね。下手になんかあの、でも頑張ってしまう、そう、次下方で頑張って、下方、ちょっとさ、もうちょっとさ、ボールのさ距離が近い、そうだよね。そう、チャレンジしていこう。お、ナイスショー。ナイス。あの、ゲイ、クリーンじゃない。あ、やばい。結構ひ、結構左行ったね。手前。はい。行きましょう。はい。とりあえず、加減を決めてそれ通りに当てるってだけで大丈夫。はい。上に。そう。うまい。やったー。あっちにバンカーなければいいな。上に上げなきゃって思っちゃった、でもまあ手前のバンカーに入るよりはあれでいいと思う。一番まずいのはさ、手前のバンカーの方がモチベーション下がっちゃうじゃん。とにかく超えて超えて超えてって思った。そうそう、超えたからいいんだよ。あ、弱かった、やっぱ弱いんだな、難しい。17番ホール140ヤードパー3です。でも今計測したら127ヤードだったから、7番アイアンで打ちます。
まった。おお、入ったか。やっちゃいけない方向やっちゃった。これ私何なの？ドライバー？でもね、今打ったけどね、さっき10ぐらい打ってよかったかもしれない。何？でもドライバーで。左の方行っちゃった。あと T を回収してください。はい、T 回収します。あのこれ収録されちゃうんで。待ってやめてください。もうボスなのがバレちゃう。めちゃめちゃドジなの。いいじゃないですか。可愛くて。ドジだし走ってばっかり。多分超えてんだ。あそこで。そう。OB ですね。あのマスはクリアなんです。マスか、マスはクリアなので、これでもうちょっと一応こういう地道なところで稼ぎます。とんでもないとこ入れちゃいました。うまい。やった。お、はい、チップインの可能性が。悔しい。待って、うわー、これ。あー。もうちょっと弱いぐらいで。ね、オッケーです。ありがとうございます。見ましょう、チームゲームを。はい。何した？ちょっとダメだね。待って、カラーボールまず。あ、カラーボールされた。すごい、ビンゴみたい。ね。あ、あと、ファー。大声でファー。そうだね。さっき大声でファーがあったから。いただいたので。オッケー、いただいたので大声でファー。いただいたので。白食い、白食いでどうちゃう、ちょっと言うね。だから、ね、喜んでもらった。 OB 喜んで、あと何しよう、イケポチャだって。イケしたくない。それ私担当じゃないから、あるよそこに。いや違う、それはもう無視で、これは無視で、うん、嫌だもんね。嫌だから、イケポチャなしで帰ってきた。ちょっとこれなんかずるくないですか。ちょっとイケポチャとかなんか喜んだくないやつある。あ、さっきもなんかで前半のスコアが50代と40代があるから、うん、でつけられるんで、2人ともこれ担当しないといけないってことだよ。まあ終わってからいくつかっていうのを、今18ホール次だから、それがラストでこの2つ埋まるか埋まらないかですね。ロストボール。やだー、ロストボール私担当じゃん。違う違 う、 もうそれも捨て、それ捨てね。今13個、うん、13個です。はい、わかりました。はい、では行きましょう。18番、はい、ラストです。はい、それでは18番ラストですね。396ヤードパー5です。風が、風だね。ちょっと出てきたね。ちょっと出てきましたね、うん。出るかな。カオルコは赤ピン方向かな。上方向ですね。ね。多少。いい。強一ですよ。やっと、やっとドライバーのなんかこんな感じかドライバーって感じ。いい、うん、あの T を忘れてますんで。病気ですね。病気です。おお、どうだろう。ナイスです。よっしゃー。まだ170、あ、70ヤード
失礼します。どうだろう、なんか奥の奥まで行った37ヤードアプローチです。うまい。どうでしょう、お手本のようなじゃない今の。ありがとう、行ってみよう。あ、短かった。あ、ちょっと私飛びついちゃった。あ、2で終わりたいな。ね1、2、3。仲間、お友達、すごい、めっちゃ二等辺三角形みたいな。確かに。カオルコちゃん、それ一発で入れるとワンパットっていう計算だよ。かかってる。めっちゃ強い。かかってる。こういう時めっちゃ、私強く打ちそうじゃない？これはマリン先生、まっすぐでいいですか？ちょっと、うん、この辺じゃない？ね、この辺で、うん、こんぐらい？もうちょっと弱い。うん、そうそう、もうちょっと、惜しい。これダメですか、ダメですか。オッケーだけど、ワンパッドではない。まだ、まだ後半がチャンスあるからいっぱい。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れた。疲れた。走り回ってた。はい、ではまず前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず私のスコアが47でした。で、かおるこは50ではないかな、ね、50オーバーしちゃったけど。そうだね、そう。じゃあ打っちゃった。でもね、最後良かったから、ね、ありがとうございます。後半頑張ります。頑張ろう。で、今回のリンゴルフチームゲームの結果が今15個で結構いい調子じゃないですか ね。25のうち15だから、あと10個以上でクリアしましょう。クリアしましょう。ということで、まずはご飯を食べに行きましょう。はい、では行ってきます。はい、私は今回ビーフカレーをいただきます。早速いただきます。美味しそう。お野菜がいっぱい乗ってるよ。いただきます。うん、あ、おいしい。甘い。甘くておいしいです。私はザルそばにしました。もう暑かったので冷たいものでさっぱりと。うん、確かに。いただきます。おいしそう。おいしそう。久しぶりおそば食べるの。ね、おいしそう。いただきます。おいしい。コシがあっておいしい。コシがあって。でもめっちゃおいしそう。進むの200だし。わかる。私も難しいよね。見てください。ね、実は食レポっていうのがあったんですね。なので早速丸をつけます。SNS を、うん、後でやろう。うん、やろう。後半あと9個になりました。はい、では、お昼をいただきます。はい、いただきます。はい、